ホーム弁天島駅は、静岡県浜松市西区舞坂町弁天島にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA37。浜名湖城の弁天島に設置されている。運行形態の詳細は、東海道線を参照。弁天島の歴史上、舞坂町都心居町との土地争いのため、ご領地として扱われていた。 1899年に地元に払い下げられたが、御領地になる前の状態で払い下げられたため、再度紛争となる。1890年の地図では、現西浜名共総統の現三番鉄橋中央西が新居町と前坂町となっている。1926年に新居町の弁天島の半分は、現在の新弁天との交換が、浜名郡の指示のもと、領町は、 右足なしをもって、1942年に新居町の弁天島部分が、舞坂町に編入になった。また、新居町駅ができた時点から実質的には、舞坂中心の客、また、1916年の駅舎建設に伴っては、舞坂町側が負担。この頃から、実質舞坂町の中心駅であった。弁天島の歴史については、弁天島、舞坂町を参照。 島式ホーム一面二線を有する高架駅。ホーム幅が広く、ホーム上に駅舎及び改札口、待合所がある。駅の出口は国道301号に面している。東海交通事業の職員が業務を担当する、業務委託駅で、和志津駅が当駅を管理している。早朝、深夜は無人となる。JR 全線切符売り場、設置駅。二千十三年まで、 毎年7月上旬に弁天、島海開き花火大会が開催された際には、当駅始発、終着の臨時列車が多数運転された。当駅には折り返し設備がないため、浜松方面発着の列車は当駅西隣の新居町駅まで、豊橋方面発着の列車は当駅東輪の舞坂駅まで改装されて折り返した。現在でも浜名湖花火弁天島。 ゲートウェイフェスティバルなど弁天島海浜公園でのイベントの際に臨時列車が運行されることがある。静岡県東京年間によると近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。東海道急舞坂宿は基本人路線バスに路線及びシャトルバス、タクシーはいずれも駅出口にて清スクの反対方向へ歩道沿いに歩くと一般車を含めた駐車帯がある。 炎鉄バスの弁天島温泉バス停が弁天島駅前に立地する。以前は同じく、浜名線の11枚坂小学校経由や30巻、山寺線も発着していた。このほか、近隣に弁天島海浜公園駐車場、なぎさ園駐車場、乙女園公園駐車場がある。ありがとうございます。